岸田家以外にも広島一区では国家を考え、アイデアを持ち、志を持っている優位な人材がいるかもしれない。でも地盤、看板、カバンを考えると弾かれてるんですよ。さまざまな取り組みを今日まで続けてきました。ここに閣僚が並んでいます。適材適所で選んだと思います。でもごく半分がですよ。ほぼお父さんの顔が浮かぶ、義理のお父さんの顔が浮かぶ、おじいちゃんの顔も浮かぶ人もいる。世襲多すぎるんじゃないか。閣僚のほぼ半分、総理も含めてですよ、総理も含めて適材が世襲ばかりというのは私異常な事態ではないかと。この30年間で自民党出身の総理大臣で世襲ではないというのは菅前総理だけですよ。総理になる人もみんな世襲なんです。でこれは本当に民主主義の国と言えるのかどうか。もちろん有権者が選んでるというかもしれないけれども、事態としては私はね、本当にこれでいいのかと思うんですよ。例えば総理3世、ジュニアに委ねると4世でしょ。ルパンだって3世までですよ。歌舞伎役者じゃないんだから。